ワクワクしてきました。6月バブルに乗れ、神降臨。6月10日必勝マニュアルというものを作成しました。キーワードは動画の後半で発表するので、必ず最後まで動画のご視聴よろしくお願いします。昨日私の LINE 登録者さんにこのようなアンケートを送りました。その結果を円グラフにまとめたものがこちらになります。おそらくこの後もアンケート回答してくれる人いると思いますが、現在時点では302人の方に回答していただきました。これだけ多くの人が参加するというのは正直驚きです。回答してくれた方全員が村松から購入してくれると思います。ここまでの人が集まってくれて、それだけ期待されているということなので、勝手に道場紹介者代表を名乗ります。私の仕事は皆さんに安心して道場に参加してもらうまでを導くことです。道場紹介者代表として精一杯皆さんのサポートをさせていただきますので、ぜひよろしくお願いします。前回の動画をまだ見ていないという方は概要欄に載せておくので見てください。前回の動画では道場の販売日程、参加方法、最低購入金額、それから道場について徹底解説いたしました。のんびりしている余裕はもうない、すぐに動こう。道場のプレセールはもうすぐ始まってしまいますが、 ID を参加までの流れについておさらいしておきましょう。まずステップの1つ目が国内取引所とファントムウォレットの開設です。そしてステップの2つ目がファントムウォレットに送金、そしてステップの3がサイトをつなげて ID を参加するです。サイト自体はまだ届いていないので、現在時点でできるのはファントムウォレットに送金までです。ここまで終わっていない方に関しては早めに動かないと間に合わないかもしれません。道場購入希望者が準備しておくものについてまとめさせていただきました。だいたいこれくらいの時間がかかります。国内取引の解説には最短10分から1日2日かかることもありますし、ファントムウォレットの解説は3分ぐらいで終わるのですぐにできてしまうんですけれど、国内取引所を開設して仮想通貨を購入しファントムウォレットに送金するまでも1日ぐらいかかってしまいますので、6月10日のプレセールに間に合わせるためにまだ準備ができていないという方は至急私の LINE まで連絡をしてください。審査に入ってしまったらもっと時間がかかってしまう場合もありますので、参加希望の方でまだ準備ができていないという方はこの動画を見たらすぐに私まで連絡をお願いします。今回の IDO では購入方法が2通りあります。ちなみに私のおすすめはファントムウォレットで参加をする方法です。こちら2種類の参加方法を初心者向けに分かりやすく解説していますので、受け取り希望の方は DJ 購入と LINE までキーワードをメッセージしてください。それでは本編に入っていきます。今回の動画では道場販売開始前スペシャルということで、前回の動画では触れなかった購入通貨と手数料や KOL の特典、そして最も重要なのが6月の10日にいかに参加をするかどうかです。最速購入、最安値での購入をするテクニックについて解説をしていきたいと思います。それではまずは購入通貨と手数料について解説を行っていきます。まず今回の道場は最低購入金額が500ドル、日本円にするとおよそ8万円ほどです。購入通貨としてはこちらに書いてある通りです。イーサリアム、 BNB、 USDT などで参加する場合はメタマスクから購入をすると思いますが、その時にファントムウォレット、ソラナのアドレスの提出は必須なので、最もシンプルで簡単に購入をするのがファントムウォレットのソラナや USDC で購入をする方法です。こちらについてはマニュアルでも解説しておりますので、受け取り希望の方は DJ 購入と私のラインまでキーワードをメッセージしてください。こちらはレートの変更はありますが、現在時点での最低購入に必要な枚数を書いておきました。最低購入金額で参加されるという方はこちらを目安にしておいてください。また参加をするときに500ドルギリギリの枚数だけを持っていると参加ができません。参加をするときには手数料、ガス代というものがかかります。それぞれのチェーンでのガス代を書きましたが、最も安く参加ができるのがソラナチェーンです。ファントムウォレットで参加をする場合であればソラナもしくは USDC での参加になるとは思いますが、ガス代としておよそ130円ほどは持っておいてください。また先ほども伝えましたが、販売日当日でのレートでフィックスとなりますので、ある程度余裕を持って購入資金は準備をしておくようにしてください。ではここからは KOL リンク特典について解説をしていきますが、 KOL って何っていう人も多いと思うんでちょっと解説しますね。 KOL っていうのは、まあ、いわゆるインフルエンサーみたいなもので、まあ、道場を紹介していいよという人に与えられる権利みたいなものです。でよくある質問が、運営とつながってるんですか、運営と関係あるんですかみたいな風に言われるんですけれど、運営とはね一切関係ないです。この KOL というのは今まで IDO とかにしっかりと参加をしてきて実績を積んで、そして信用があって、ある程度知名度さえあれば誰でもなることができます。まあ一切金にはならんのでやる必要もないと思います。まあそんな話はさておきね、 KOL リンク特典について触れていきましょう。KOL リンク特典というのは3つあります。まず1つ目が、プラス 1% のトークンボーナスです。例えば第1ラウンドで1万ドル購入をした場合であれば50万枚となりますが、その 1% のトークンボーナスで5000枚もらえます。1万ドルの 1% なのでおよそ100ドル分の道場トークンがもらえるということです。 KOL リンク特典の2つ目がステーキングブースト APY プラス 10% です。ステーキング
ングというのは保有しているだけで報酬を得る仕組みのことを言います。で APY というのは年間利回りのことを指します。同票トークンを預けることでステーキング報酬がもらえるんですけれど、村松や他の KOL リンクを持っている人から参加をすればプラス 10% のボーナスがつくという形です。そして3つ目が3000ドル以上の購入でノード付与というものです。でノードっていうのが若干ややこしい説明にはなると思いますので、しっかりと解説をしたいと思います。ノードについて解説をするとちょっとややこしいので、まあいわゆる権利書みたいなもんだと思ってください。その権利書を持った状態でマイニングを行うと、普通であれば同情トークンしかもらえないんですけれど、同情トークンとタイトークン、どちらもステーキングで受け取れるというボーナスです。でこのタイトークンですが、ターズプロトコルのトークンとなってます。要するにこの道場とターズプロトコルはがっつりつながっているという証拠にもなりますよね。ただ1点注意なんですけれど、この VPN マイニングというのはパソコンでしかできないです。なのでパソコンを持っていない方はマイニングはできません。しかしいずれこのノード、いわゆる権利書というのが売買できるようになるかもしれません。売買ができるようになればその権利書というのは非常に価値がつく可能性もありますので、もし参加金額で迷われている方は3000ドル以上、50万円以上での参加がおすすめです。この権利書が売買できるようになれば原資回収までのスピードが一気に早まります。早く原資回収がしたいという方は3000ドル以上での参加がおすすめです。当事者意識で聞いてほしい。それではここからがこの動画で最も大事な話にはなるんですけれど、6月の10日に道場プレセールの第1ラウンドと第2ラウンドが開催されます。で道場のプレセールというのは10日間ありますが、第1、第2、第3、第4、第5、第6というように下に行くほどどんどん不利になっていきます。こちらは前回の動画でも解説をしましたが、1万ドル購入した場合で比較をしてみると、第1ラウンドで参加した場合であれば合計枚数が50万枚、第2ラウンドの参加の場合であれば合計枚数は40万枚、そして最終第8ラウンドで参加した場合であれば合計枚数はおよそ 18.2 万枚しかもらえません。つまり第1ラウンドと第8ラウンドを比較すると半分以下の枚数しかもらえないということになります。プレセール後半になればトークン価格はどんどん上がっていきますので、参加をするのであれば第1ラウンドで参加をする方が圧倒的にお得です。まあここまでは前回の動画でも話しましたが、ここからが特に大事。販売日当日を意識すること。ここからの内容が非常に大事になってきます。道場プレセール参加をする方は必ず見ていってください。まず、第1ラウンドが6月の10日19時から19時30分。そして第2ラウンドが6月の10日19時30分から20時までとなります。まあこれだけを見たら特に違和感はないですよね。第1ラウンドは30分間やるんだ。そして第1ラウンドが締め切ったら第2ラウンド開催するんだ、みたいな。しかし第1ラウンドに関しては即完売をすると思ってください。そして即完売をしたあとすぐに第2ラウンドが始まるわけではありません。仮に1分くらいで完売をしてしまった場合であれば30分後から第2ラウンドが始まります。でここからが本当に大事になりますので、しっかりと耳を傾けてほしいんですけれど、この30分間の間に起きることがいくつかあります。それを IDO 経験豊富な私が皆さんにしっかりと解説をいたします。まずこの30分間の間に起きることの一つ目というのが、購入できなかったライバルは本気を出してくるということです。第1ラウンドが仮に1分2分で完売をしてしまったら超人気 IDO なんだという危機感が必ず出てきます。つまり第2ラウンドでは必ず参加しよう、絶対に参加しようということで、本気で19時30分に第2ラウンドも第1ラウンド同様に即完売をしてしまう可能性も出てきます。そしてこの30分間に起きることの2つ目というのが、超人気 IDO あるあるなんですけれど、トランザクションが集中しすぎてサーバーエラーなどのトラブル、いわゆるサーバー落ちトラブルが起きる場合もあります。そういうサーバー落ちしてしまった場合であれば、自分のウォレットから資金は消えているのに購入されたかどうか確認ができないというようなトラブルが起きる可能性もあります。そして3つ目というのは、第1ラウンドよりははるかに買いやすくなります。もちろん理由としては、買いたい人はほとんど第1ラウンドで参加しているからということもあるんですけれど、第1ラウンドでサーバーエラーなどのトラブルが発生するということをあらかじめ分かっている IDO のプロもいます。 IDO のプロはとりあえず第1ラウンドで参加をするとは思いますが、第1ラウンドは様子見程度にして第2ラウンドから本格参加をするというような作戦を取る方もいます。最後にまとめなんですけれど、 IDO のプロは本当に IDO に参加するのがめちゃくちゃ上手です。いろんなテクニックをたくさん知ってます。ではそんな IDO のプロに初心者が立ち向かうためにはどうすればいいのかというと、私自身ももちろん負けないくらい IDO に参加してきて、今まで散々悔しい思いもしてきましたが、超人気 IDO に当選をしたこともあります。そんな村松からマル秘テクニック
をしっかりと勉強すること、そしてここからは精神論にはなるんですけれど、慌ててミスをしたりして時間のロスをしてしまえば第1ラウンドで購入するのは不可能です。しかし慌てず冷静にゆっくりと平常心で行えば第1ラウンドで参加をすることだって可能かもしれません。ただ厄介なのが IDO のプロというのはテクニックも知っていれば今までたくさん IDO に参加しているので今更慌てたりとか焦ったりとかしないんですよ。なのでその平常心についてはこれから身につけてもらうこととして、とりあえず IDO プロの村松直伝のテクニックについて勉強してください。6月10日必勝マニュアルというものを用意しました。よく言われているのが第1ラウンドで参加できるかどうかは運ゲーだよとか、第1ラウンドで参加をできた人にああ君は運が良かったんだねという人がいますけれど、それは絶対に違います。第1ラウンドで参加をできた人が運だけなわけがないです。もちろん第1ラウンドというのは全員が狙っています。そして誰のトランザクションが刺さるのかどうかというのは分かりません。でも戦う前から諦めてる IDO 投資家なんて見たことないんですよ。でもさすがに初心者の方がそんなプロの戦場に何の武器を持たずに行くというのはフェアじゃないと思うんです。そこで IDO プロである村松直伝の必勝マニュアルというものを用意しました。でこの必勝マニュアルの受け取りキーワードなんですけれど、特に決めてません。6月10日買いますとか6月10日参加しますとか、必勝マニュアルが欲しい、必勝マニュアルくださいみたいな熱いメッセージを私にください。そして一人一人メッセージを確認して手渡しをしていきます。まあ、いつもこういったマニュアルとかをプレゼントしている時というのはキーワードを送ってくれた人に自動応答を組むような設定にしていますが、とりあえずマニュアル欲しいなとか、タダでくれるならもらっとこうみたいな感じの冷やかしの方もいるんですよね。でもこの必勝マニュアルに関しては外部流出は厳禁ですし、私が今まで IDO に参加をしてきてそこで実践的に身につけたテクニックです。正直お金を取ってもおかしくないような内容です。だからこそ渡す人は私に選ばせてください。しっかりと熱量があって6月10日道場に参加をするという方だけにお渡ししたいと思います。6月10日必勝マニュアルなんですけれど、初めはね第1ラウンド必勝マニュアルにしようかなってネーミングを悩んだんです。でも6月10日にしたのはとある理由があります。こちらは先ほどもお見せしましたが道場の投資予定額のアンケート結果を円グラフにしたものです。具体的な人数については先ほどは見せませんでしたが、この結果を大体見積もると合計金額で2億円以上の投資を村松からの参加者だけで抑えているということが分かりました。ではここで第1ラウンドと第2ラウンドの販売上限を見ていきましょう。第1ラウンドの販売上限が50万ドル、日本円で7800万円、第2ラウンドも同じく販売上限は7800万円。村松チームだけで完全にこの第1ラウンドと第2ラウンド埋まってしまうかもしれないんです。超人気 IDO というのは争奪戦です。だから正直綺麗事だけでは済まない世界です。本当はこの必勝マニュアルは独り占めをした方が楽でした。私だって第1ラウンドで参加をしたいんですから、わざわざ敵に塩を送ることなんてしたくはないです。でも村松チームは別です。私の仲間ですから絆がありますから、このマニュアルは私が今まで IDO 投資でいろんな失敗や成功を繰り返してきた経験と血と汗と涙の結晶です。外部流出なんてしたら絶対に許しません。でも村松チームに入りたいっていう人にはお渡しします。キーワードは特に決めていませんが、6月10日とか必勝マニュアルというキーワードが入っていて、この人は村松チームに入りたいんだな、道場に本気で参加したいと思ってるんだなと伝わったらお渡しします。必勝マニュアルに書いてある内容を一部だけ公開します。まあこれだけ見ても何もわかんないと思いますので、この部分に関してはお見せしても問題ないかなと思います。要するにこのマニュアルを作った目的というのは一つです。6月10日に買うためです。このマニュアルの中では6月10日に参加したい、村松チームに入りたい、道場のプレセール第1ラウンドで購入がしたいという人はぜひこのマニュアルを受け取ってください。これこそが村松の本気です。今まで動画で村松チーム全員を勝たせるなんて豪語をしていましたが、アンケートの結果を見て道場が予想をはるかに上回るほど期待されていたことに気づきました。残酷ですが本当はこんなことを言いたくはありませんが、これで村松チーム全員が第1ラウンド第2ラウンドで購入することは不可能になりました。でも悪あがきをさせてください。なるべく多くの人を勝たせてください。もう村松は6月10日に参加しなくてもいいのかななんてさえ思ってます。それくらい一人でも多くの人を勝たせたいという気持ちでいます。道場が超人気 IDO すぎるので、綺麗事抜きにして言うと村松チーム全員で勝とうなんていうことはもう言えません。それでも私の気持ちは一つです。最後に改めて言わせてください。絶対に勝つぞ。最後までご視聴していただきありがとうございます。
今回の動画がいいねと思ったらチャンネル登録と高評価もお願いします。またコメントもすべて返しているので動画の感想などもお待ちしていますね。それと私は仮想通貨専門の公式 LINE もやっておりまして、こちらの QR コードまたは概要欄から友達追加することが可能です。こちらの仮想通貨 LINE では奥塾という仮想通貨投資が無料で学び放題のスクールを運営しております。仮想通貨投資に興味はあるけどなんだか難しそうというような苦手意識を持っている方もぜひ安心してご参加くださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今日も皆さんいい一日にしていきましょうね。バイバイ。